やってやるぞ。日々の鍛錬のおかげだな。待って、何か聞こえない？ヘイトロン、引き返そう。別の道を探さなきゃ。嘘、こっちからも。ああ、なんだてめえは。兵隊とかじゃなさそうだな。かまわねえからやってしまおうぜ。ついてなかったのおめえ。逃がすものか。いい加減諦めちまいな。助けなんか来ねえ。負けるか。ヒデルに大丈夫？
たちを舐めてんのか。終わりにしてやるぜ。大丈夫か？砂まみれ、もう。一体何だったんだ今の。なんだかすごく大きいものが落ちてきたみたいだったけど、見に行ってみる？空を飛んできたっていうのか。何なんだこれは。見えないけどここに何かある。見えない壁なのか。何なんだ、まるでわからない。なんだあんたたちは。黙ってその子を置いて立ち去れ。バカなこと言わないでください。気を失ってる子供をほっとけません。力ずくでも渡してもらうぞ。あの子のあの獣院がやったのか。
消えた？そんなことってあるの？よくわかんないけど、今のうちに逃げちゃおう。襲撃されたのか。フィーデル、帰ってきたのか。襲撃があったのか。ああ、昨夜襲ってきた。すぐに見張りが気づいたから撃退できたけど。村のみんなは無事なの？かなりやられちまった。怪我人は診療所で手当てを受けてるけど、戦えるものは大して残ってない。そうか。今は動けるものでできる限り守りを固めているところだけど、意味があるのかないのか。で、援軍はどうだったんだ？来てくれるんだろ？それが実は。その件は明日村長の家に報告しに行くよ。それより今はこの子を。それにしても王都に行っている間にまさかお前らが子供を作っているとはな。そんなわけないでしょ。途中でいろいろあって助けたの。気を失ったままなんだ。家で休ませてやりたいんだが。ああ、そうだな。そうしてやれよ。じゃあ明日な。呼吸は安定しているし大丈夫だと思うけど、一晩休んでも意識が戻らないのはちょっと心配。あとは回復を待つしかない。そうだね。このまま付き添っててあげて。村長のところへ行くの？ああ。そう、嫌な役目を押し付けちゃってごめん。いいんだ、その子を頼む。Thank you.
ビクトルさん。知っているのか。知っているも何も。スタールの要請に応え我々が派遣された。だってあの時は。お父上の指示だ。後方の安全を確保しろと。そうですか。不服か。いえ、来ていただいて助かります。ありがとうございます。先ほど説明した通り、エイタロンの本拠地を我々で叩く。でも本当にそんなことできるのか。そのために我々レツリア軍特殊部隊が派遣されてきた。そういうことなら我々としてはお任せするしかない。僕も参加させてください。おい、本気か。いいどころか、こちらからお願いしたいぐらいだ。協力に感謝する。マジか。すぐに出発する。準備ができたらダカーフ山道側の門前まで来てくれ。危険だからだ。この前まで一緒に戦ったりしたじゃないですか。それとこれとは話が別だ。僕が責任を持つんで連れて行っちゃダメですか。フィデルニー。彼女の安全より任務成功を優先する。いいな。もちろんそうしてください。では出発だ。紹介がまだだったな。私の部隊の突入隊員グンターと、呪陰術師で後方支援担当の花田。フィデル・カミューズです。ミキー・ソーベスタです。お互い腕の立つ者同士だ。うまく連携してくれ。日々の鍛錬のおかげだな。
合流ポイントだ。少し待て。合流ポイント？エイタロンの本拠地を探りに行っていた諜報偵察担当の部下がいる。ここで合流の予定だ。隊長。ダックスか。見つけたか。今回の作戦には剣士1名、術師1名が加わる。覚えておいてくれ。案内してくれ。了解。敵の見張りか。そうみたいっす。警報は出されていません。この先が敵のアジトか。はい。よし、進もう。逃げられた後だったっす。さすがにエイタロンの幹部ともなるとそれほど間抜けではないようだ。出入り口は我々が入ってきたところだけです。どこかに脱出口があるかも。盗賊団のアジトならあり得る。探せ。なんか変だ。あ、扉がある。使われた跡があるっす。おうぞ。
ここで何としても捕まえろ。了解。スリアの犬ですか。しつこい連中ですね。放置しておくと後々面倒になりそうです。ここで始末しておきましょう。あれはまずい。調べるか。どれだけ強い武器だろうと当たらなければ問題ない。動き回って狙いをつけさせるな。全員フィデルの指示に従って攻撃。あの武器に狙われないように動き回れ。逃がすものか。総武さん、これ
ビクトルさん。知っているのか。知っているも何も。スタールの要請に応え我々が派遣された。だってあの時は。お父上の指示だ。後方の安全を確保しろと。そうですか。不服か。いえ、来ていただいて助かります。ありがとうございます。先ほど説明した通り、エイタロンの本拠地を我々で叩く。でも本当にそんなことできるのか。そのために我々レツリア軍特殊部隊が派遣されてきた。そういうことなら我々としてはお任せするしかない。僕も参加させてください。おい、本気か。いいどころか、こちらからお願いしたいぐらいだ。協力に感謝する。マジか。すぐに出発する。準備ができたらダカーフ山道側の門前まで来てくれ。どうしてダメなんですか。危険だからだ。この前まで一緒に戦ったりしたじゃないですか。それとこれとは話が別だ。僕が責任を持つんで連れて行っちゃダメですか。フィデルに。彼女の安全より任務成功を優先する。いいな。もちろんそうしてください。では出発だ。おっ。紹介がまだだったな。私の部隊の突入隊員グンターと、呪陰術師で後方支援担当の花田。フィデル・カミューズです。ミキー・ソーベスタです。お互い腕の立つ者同士だ。うまく連携してくれ。
日々の鍛錬のおかげだ。合流ポイントだ。少し待て。合流ポイント？エイタロンの本拠地を探りに行っていた諜報偵察担当の部下がいる。ここで合流の予定だ。隊長、ダックスか。見つけたか。今回の作戦には剣士1名、術師1名が加わる。覚えておいてくれ。案内してくれ。了解。素早く、静かにだ。はい。行くぞ。敵の見張りか。そうみたいっす。警報は出されていません。この先が敵のアジトか。はい。よし、進もう。逃げられた後だったっす。さすがにエイタロンの幹部ともなるとそれほど間抜けではないようだ。出入り口は我々が入ってきたところだけです。どこかに脱出口があるかも。盗賊団のアジトならあり得る。探せ。
なんか変だ。あ、扉がある。使われた跡があるっす。おぞ、ここで何としても捕まえろ。了解。待って、あの犬ですか。しつこい連中ですね。放置しておくと後々面倒になりそうです。ここで始末しておきましょう。あれはまずい。散らばれた。どれだけ強い武器だろうと当たらなければ問題ない。動き回って狙いをつけさせるな。全員、ヒデルの指示に従って攻撃。どうだ、ガサンだ。あの武器に狙われないように動き回れ。
カだ。この私がこんな。死体の回収は難しいでしょう。あのわけのわからん武器も持って帰りたかったっすね。完璧を求めすぎるな。任務達成だ。よくやった。これで当面の脅威はなくなったはずだ。ありがとうございました。さあ村へ帰ろう。みんなが吉報を待っている。心配したんだぜ。やっぱり俺も行くべきだったって何度も何度も後悔してさ。あーでも無事でよかった。でエイタロンはどうなったんだ。落ち着けよ。もっといいニュースだ。全部片付いた。村はもう大丈夫だ。マジか。よっしゃー、さすがだぜ隊長。これで安心して暮らせるじゃん。みんな聞いてくれ、あいつらはやっつけられたってさ。これで平和に暮らせるぞ。ああ、レスリア正規軍の諸君、スタール村を代表して感謝を申し上げる。君たちの尽力により我が村の危機は過ぎ去った。なんとお礼を申し上げればよいか。いや、盗賊団の殲滅は軍としての務め、礼など不要だ。あ、そうそう忘れてた。あの女の子目を覚ましたぜ。え、本当？フィデルの家にいるから会ってこいよ。ごめん。
目が覚めたのね。よかった。心配してたんだよ。覚えてないかな。この村に来てから2日以上、君は眠りっぱなしだったんだよ。僕の家だよ。スタール村って知ってるかい？じゃあ、お家はどこだか思い出せない？お名前は？リリア。名前はリリアなのね。でも、どうしよう。他に手がかりなしか。困ったな。覚えてるかな？あの、敵の動きがピタッと止まって動かなくなったのは君がやったのかい？ああ、怒っているわけじゃないよ。むしろあのおかげで助かったんだ。もしリリアの力だったのならお礼を言わなくちゃと思ってね。ありがとう。こんな小さな子なのに両親から引き離されてかわいそうだね。両親か。せめて何か手がかりがあればね。額の樹印、あの時の。でも全然私の知らない樹印だったけど。フィオーレさんに聞けば何かわかるんじゃないかな。あ、そっか。あの人ランドックの樹印研究員だったね。でもどうやったら会えるかな。ビクトルさんに頼んでみよう。なんとかなるかもしれない。ちょっと聞いてくる。見送りか。もう出発ですか。戦争中だからな。早く戻って戦列に復帰しないと。ちょっと頼みがあるんです。僕とあと一人、一緒にオートまで連れて行ってくれませんか。オートに？フィオーレさんに会わせてほしいんです。ブルネリ殿に。どうしてだ。記憶をなくした少女がいるんです。かなり特殊な順位を持ってるんで、フィオーレさんに聞けば何かわかるかもって。その子を両親の元に返してやりたいんです。力を貸してください。断る理由もない。彼女は今中央レスリアにいるはずだ。多分会えるだろう。ありがとうございます。恩に行きます。すぐに出発する。準備ができたら声をかけてくれ。すぐ出発だ。本当？って、もう出発なの？急いで準備しなきゃ。え？ついていくに決まってるでしょ。フィデル兄だけに任せておけないもん。あ、そうよ、お出かけね。もちろん私も一緒だよ。着替えにタオル、保存食、準備よし。さ、行こう。
フィデル、なんだ、またどっか行くのか。ああ、ちょっとオートまで行ってくる。一人だからって修行をサボっちゃダメですよ。来たな、準備はいいか。グンターさんやハナさんは一緒じゃないんですか。彼らは先発した。その子が怖がらなくて大丈夫だよ。一緒にオートまで行くんだ。こっちも出発だ。フィデル、ミキ、気をつけていけよ。ああ、村のこと頼む。任せとけって。行ってきます。行ってきます。想定内だな。日々の鍛錬のおかげだな。先制攻撃だ。あれ。制圧完了。
成長しちゃうよ。想定内だな。